皆さんこんにちは、わなるべきです。今回はコンパチヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンポス続きをプレイしていきたいと思います。では早速続きを始めていきましょう。前になんか警官みたいなのがまず話しかけていきます。警備、こらこら入っちゃいかん。あのさ、ここ何をするところかな。何でもいいだろう。お、戦闘になる。しかもデッドライオンだ。敵じゃないか。警備員の制服を着た敵でしたね。ちょっとヒットポイントが減ってきてますけど、ここはご利用しちゃいます。まあ、倒しきれると思いますので、その後にね、回復をしていきたいと思います。では、この中に入っていきましょう。アイテムで回復だけしていきますか。なんか怪しげな研究施設みたいなところ来ました。変換としますね。戦闘員 X は数が多いな。ちょっともったいないけど、ここはライダー回転キックで一掃しましょう。節約するところとテクニカルポイント使ってでも早々にケリをつけるところで、ちょっとねメリハリをしっかりつけていきます。ではこのダンジョン進んでいきましょう。ん、なんか敵がいますね。見つけたぞ死神博士。こんなところで何をしている。ん、 RX か。あと少し、あと少しのところで、あれミサイルですね。ミサイルを撃つ準備が。今度はリド氏を標的にするつもりか。そうはさせんぞ。一文字先輩は命を懸けて防いだミサイル、今度は俺が不正であれ。戦闘になるわ。ここは私が食い止める。お前たちはミサイルを始動させるのは俺たちが戦います。あなた様は逃げてください。愚か者、お前たちの叶う相手ではないだろう。いいな、命令通りにしろ。アポロガイスト様。というわけで戦闘ですね。どんくらい強いかわからないので、ちょっと全力でいきます。ハードショットで4500ですね。こっちが907。クリティカル食らうとちょっと怖い値ですね。余裕を持って回復していきたいと思います。ただ先手は毎回取れそうなので、まあ、そこは、まあ、多少の安心感はありますね。アイテムで、リライブカプセル3で大丈夫かな。2000回復しますね。これは結構効くんだよね。うわ、ハードショットか。もう打てない。しょうがない、ノーマル攻撃で、なんとか死ぬしかないな。ノーマル攻撃が1800で、一気に攻撃力が落ちるな。これは消耗戦になりますね。テクニカルカプセルを持ってないので、もう地道に攻撃しては、うん、しかも先手を取られた。ちょっとこういうのが混ざってくると心配だな。安全で、安全重視でいきます。倒しましたね。いや、なかなかリライブカプセル3を消耗する戦いになりましたが、まあ無事に攻略できてます。ミサイルは撃たれてしまったのか。うははは、やったぞ。ついにミサイルは放たれたんだ。アポロガイソ、確かにお前の勝ちだ。だが、一文字先輩の敵は忘れていない。くたばれ、アポロガイソ。危ない、アポロガイソ様。やらせんぞ、仮面ライダー。動くな、バカ者。RX よ、私はある事実を知っている。こいつらを逃がしてくれればお前に話してやろう。どうだ、聞いてはくれぬか。いや、実に、部下思いですね。そうすればお前は確実に助からんぞ。分かっているのか。元より承知の上だ。ミサイルが発射された今、私の役目も終わった。あ、アポロガイスト様。いいだろう。とっとと消えな。ありがたい。ではさすがは正義の味方だな。おい、お前たち行くんだ。でも、行けと言ってるだろう。命令だ。行け。キキーと言ってしまいましたね。一文字は生きているぞ。てん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 。何？嘘をつけ。死神博士が
先輩は死んだと言っていたぞ。逃げられたのは処刑の時、モグラ獣人というゲドンの裏切り者が連れ去った。そうか、はっはっは。あいつがやってくれたんだ。あのバカは本当に役に立つバカだ。すごい。今奥の人が死んだ。ネオショッカーの野望。裏切り者バダンの怪別。今の NS ミサイルはバダンの本部へ向かったのだ。は、それじゃあリド氏は無事だ。彼らは初めから標的ではなかった。そうか、初めからバダンを。私の命の火も消える。唯一の心の残りは X ライダーと C を消したかった。死んだか。これで、このネオショッカーの基地だったのかな。攻略完了ですね。では脱出していきます。海岸に戻ってきたんですが、なんか地下への入り口みたいなのがあるんですね。ちょっとここ入っていきましょうか。ここも連続してダンジョンですね。ちょっと危険な香りがしますが、このまま進んでいきます。なんか今いますね。ボス戦の予感がする。暗闇大使だ。これだけが、たったこれだけしか生き残った者はいないとか。そうです。最高幹部。降伏しましょう、幹部。勝ち目はありませんぜ。仕方ない。逃げるぞ。スタ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 。お、ゲゲ、お前は、どこへ行くつもりだ、ゴキブリ大使さん。ふ、ゴキブリ大使だって。ま、バカ、笑うなよ、クック。アポロガイストとはえらい違いだな。ぬくく、さてはアポロガイストめが、NS ミサイルを、さっさと引き上げなかったお前のミスだ。さあ、カイザーグローを呼んでもらおうか。と、そんなに死にたければ死ぬがいい。来い、カイザークロウ。またカイザークロウとの戦闘か。強いんだよな。ここは、ちょっとカイザークロウとの連戦になると思うので、一旦、この戦闘員は、通常攻撃で倒して、その間にテクニカルポイント回復させましょう。これで、だいぶテクニカルポイントが回復したと思います。あー、びっくりした、おっさん。つまんねえ、こき落としすんじゃねえよ。くぐ、ベルミサイルに驚いてどこかへ飛び去っていなければ今頃は。お前も何かに変身するんだろう。さあ、とっとと始めようぜ。よ、よかろう、行くぞ。わぁ。おぉ、くそ、エマクか。ギャー。どうなったんだろう。死神博士が出てきた。我がネオショッカーの規律を乱すバダンは滅亡した。RX よ。これからが我らの戦いだ。アポロガイストは死んだぜ。バダンと共にだ。アポロガイストは名誉に戦勝を遂げた。ネオショッカーの幹部として。今度はお前の番だ。死神博士。残念だが、私はこれから遠征にて出かけなければならん。メフィラス星人の手伝いでな。光の国を襲うつもりか。ネオショッコは全国規模の活動を目指しているのだ。さらば RX。 ポイン消えていきました。奥には何があったのか。宝箱がある。回収しましょう。で、この単調があるかな。脱出しまーす。ん、誰かいる。リョウ。そうか、バダンは怪別。ネオショッカーの死神博士の光の国へ行ったか。よう先輩、モグラ獣人って変な怪人が傷ついた一文字先輩を連れてネオショッカーから逃げ回っているらしい。悪いけど先輩探してくれないか。モグラが傷ついた一文字先輩を。そう。果ての果ての果て。花が咲いているでかいモグラだとお前はいいぜ。思えばいいぜですね。ゲドンを裏切って俺たちに協力してくれてるんだ。やっぱりひらがなばっかりだとちょっと読みづらいですね。不死身の怪物カイザーグローの弱点がわかった。よく先輩に会えたんですか。ああ、街でひょっこりな。それでカイザーグローの弱点だが、てんてんてん、そうか、畜生、そうとわかりや、もうあんなやつ怖くないぜ。急いでダカールに戻ってみんなに合流しなきゃな。ということですね。あ、カイザーグロー強かったですね。あ、これで、ダンのパートになったかな。三人とも飛ばされましたけどね。ここはどこだ。おそらく光の国のどこかだとは思うが。でもちょっとダンパートを始めていきまーす。
まず街ですね。これどこの街だろう。マップで確認しましょう。サイト市民ですね。サイト市で、ダンパートがスタートかな。まず装備整えました。コスモブレスレットと M80 の7万ですね。これでだいぶ攻撃力、防御力アップしました。では、ちょっと街を探索していきます。ロバート長官、おや、あなたは、ゼウスの諸星ダンと言います。今すぐ、シャオヤン市へのルートをつなげてください。残念ながらそれは無理です。なぜです。僕は、事故に遭い、この街まで飛ばされてしまったんです。一刻も早く帰らねば、他のみんなが。まあまあ、落ち着いてください。クラリス君、コーヒーを2つ。かしこまりました。どうもおっしゃることがよくわかりませんですが、あなたがこのサイトへ来られたのは何が目的なのですか？目的などありません。僕はゼウスのメンバーと共に、バオアクーで戦っていた。そしてギリアンだ。はてだ、もっとはっきりと。敵の特殊兵器によってワープしてしまったんです。おそらく仲間も今頃はどこかで。なるほど。ギリアムというものの手によってあなたは不本意にもここまで飛ばされてしまったのですが。そうです。だがあの時の彼は本人ではないかも。あるいは誰かに操られていたかもしれない。コーヒーが到着です。はい、いただきます。コーヒーに何か。入れられてるんじゃないか。パリーン。コーヒーがまずい。申し訳ありま。バカモン。私の好みはキリマンジャロが5でブルーマウンテンが3。モカが2のブレンだと、口酸っぱくなるほど言っているだろう。計量器が見当たりませんでしたので。目分量でやったのは、この大箱物目が、私の舌をごまかせるとでも思ったか。ロバート長官どうしたんですか？はぁ、失礼。つい取り乱してしまいまして大丈夫です。もう落ち着きました。しかし、話を戻しましょう。率直に申し上げて今ルートは混乱している。ですから無理に使用すればどこへ行くか予想がつきません。クラリス君、諸星さんがお帰りだ。お送りしたまえ。強制的に退場ですね。僕もね、結構コーヒーは好きなんですけど、こだわりはあんまりないです。さあ、どうすればいいんだろうな。すいません、急いでますんで。急いでますね。なんかあるな、ついていきましょうか。もう外出ちゃったかな。ちょっと街を探索してるんですが、二人組はちょっと見当たらなくなっちゃいましたね。街自体はね、そこそこ広いですね。いらっしゃいませ。シングルですね。シングルですねってことはホテルかな。ありがとうございます。諸星ダン様。キーをどうぞ。201号室です。お疲れでしょう。ベッドの用意はできております。ゆっくりお休みください。いや、今まで、こういうホテル系のイベントなんか、ちょっと見なかったので。ちょっと飲ましょうか。疲れた。体が綿のようだ。もう眠るか。いや、もう少し考えてみよう。何事もない平和な街だ。だが、狂気を感じるのは気のせいか。まあ、狂気を感じるよね。市長だか、ボスっぽい人が、女性を、コーヒーごときで怒ってましたからね。ドラクエだとこの後イベント起きますよね。A、B。やったか。手応えはあったが。しまった！ミスったぞ！やはりね、本当に襲われている。どこだ？この近くにいるはずだ。てい！ただの強盗ではないな。なぜ僕を狙った？さあ、答えろ！さあね、へへへ。お、この匂いはしまった。ガソリンか。うわ、すごいな。自ら焼身自殺を図ったんですね。では、ちょっとロバート長官のところに戻りましょうか。襲われましたから。長官のところ、戻ってきました。後ろから話しかけ。しかりし。しっかり前に回り込みました。困った方だ。いいですか？あなたの権力はここでは何の効力も持てないし、またそれに従う義務も私には2派2派2派。ダン。長官。クラリース。どうも、調子が悪い。はい。
ロボット。でもやはり、油切れか。なんてことだ、ロボットが市役所の長官を務めているなんて。ほう、これは、いいなこと。ロボットが人間を支配するのは当然。しかしあなたはそれを否定する。残念だ。非常にで。諸星さん、あなたは人間ではない。だから故に私たちの考えに賛成してくれるのでは、と思っていたのに。残念極まりないよ。ウルトラセブン。私の部屋に人間が一匹紛れ込んでいる。直ちに連れ出し、抹殺しろ。あ、なんか、ダンジョンの音になりましたね。いや、ここで長官と戦いたいよ。ここで長官と戦いたいですが、エンカウントが始まりましたね。ザッキカスタムと。ウルトラセブンだと一撃じゃ倒せないか。まあ、ウルトラセブン防御力は、まあ、今戦ってる限りだと高そうなんで、まあ、2発で確実に倒して進んでいくっていう形ですかね。では、ちょっと今回はここまでにさせていただいてですね、次回まだ続きをプレイしていきたいと思います。まずはこの、長官のいる部屋から脱出というところだと思います。